ああどうも皆さんこんこにちは、えー、レックセン,リン講師の宮口ですどうしようマスク取った方がいいかね何喋ってるかわからんからねとりあえず、えー、マスク取って喋りますよ今日はねあのー、これですわ宮口聡の、えー「理想と現実とは論文学問25年分」というやつがねついに出ますから あそのお知らせという感じですかね、えー、ちょっとあの具体的に説明しますわまずねあのちょっとほら蛍光ペンが得意だからね俺ねとりあえず蛍光ペンで、えー、やっていくんだけどねあの理想と現実ってもあのね夫婦生活の理想と現実とかではなくて、えー、論文答案がねそのもう理想と言える答案ね それからまあ現実性にこのぐらいで受かるんだよっていう答案、ね、それを示しながらあのまあ皆さんがどっちのどっちの派かなってあの実はねあの、まあ、理想の答案能が好きな人もいるし現実答案能が好きな人も両方いるんですよ。ね、受験生それぞれね人生いろいろあ答案もいろいろね。で あのー、でもね現実とはんの方が人気はあるんですよ。なんでかというとあまあ現実的だからねやっぱり理想はなかなかね難しいですよ俺でも俺でも無理だな理想のターン書けないよ俺も、うん、ちょっと見てくれね現実とはんで少なく書いて高得点を取る最近の論文試験の問題はあそうだ。 ちょっと待って、ね、まあ受験生からあのなんか頂い,いたもんがあるんで、はい、あこれかこれ使ってやってくださいっつって <laughs> ねはいあー最近の論文、えー、試験の問題はね長文化傾向にありますと特に特日はね問題文が長い上設問数や聞かれてる論点も多いです考える時間を減らしてはねそうこれね考える時間減らしたらいかんとですわ いディナギャンドスって感じよね、はい、考える、えー、時間を減らしてはあ積極ミスや大把握ミスが生じやすくなりますが、えー、考える時間がなくな長かったとしてもそう考える時間は俺は多くていいと思うんですよ。余計なことを書かなければ、あのー、最低限の、ね、合格単合格単を書ける要はね潔さえですよこれ。 潔い答案というのはやっぱりこう見てて清々しいよねこうエッジが効いてる中ちうかね、うん、その極意を、えー、伝授すべく端的なあ表現を駆使して仕上げたあのー「現実答案ね」ねええー、これをあ通じてまあ少なく書いて、あのー、合格答案少なく書いて合格点を取るコツ これをね、ぜひ身につけてほしいなと思います。で、その一方でね。理想の答案中のはどんなコンセプトかというとね。あのー、実はね。少なく書いて合格点を取るってね。まあ、簡単なようで難しいんですよ。真の理解が必要ですからね。だってさ。真の理解がないのに短く書いたところでさ、さただの項目をこっちって思われるわけよ。だからその前提としてね。やはり。 真の,理解真の理解っていうのはその基本書青本とかの,この基本書をねその表現を崩さずに理解することが大切なんだよ。ええ、でまたあの問題によってはねその現場思考力を駆使しつつその深く論述しなければならない場面も多々ありますわな。ええ、そこで流れバランスを意識しつつ そのしかるべきところで大技を大技大技ばくじゃなくて大技を繰り出し、ええ、大技を繰り出そう、ねええ、深みを出してる理想とは、ね、深みうわ深いなこれみたいなつまり答案を膨らますテクニックこれをね、あのー、学んでほしいでぶっちぎりの,その高得点これはもうね、まあ、なんていうかね例えばですよ えー、もう一点取れば取るみ、一点野球でよ、一点取れば勝つ。みたいな場面で、まあ、満塁ホームラン打つ、みたいなね。ちょっと無駄,無駄だけど、ね、もう相手を引き寄せないだけの点数を取る、みたいなね。そういうことですよ、これ、大事なことですよ。まあ、俺はね、六十点でいいと思ってるんですけど、論文答案っていうのは、七、ま、十、あ、点ぐらい取ってさ。他の科目で多少失敗しても、まあ、失敗しても、っちも。あの 一発アウト級の46点以下を取ったらダメですけどねまあ例えばグレーゾーンの48ぐらいだったらさあのー、特実でさ 70×2 で140点ぐらい取ってればよもう残りそうですね全部で210点取れば合格ですよ。だからね特実でまあ仮によ7070 70なんてありえないかもしれんけど140取ってればあ140取ってればですよ。えー 残り四十四時でも受かるな、これ。それじゃ、ちょっとあれか。ちょっと待ってよ。百三十ぐらいだったら、どうよ。ちょっとね、特実で百三十。百三十ね。で、五十、五十。うん。計算しやすく。そうすると、二百三十。あ、いいじゃん。うん、あ,あ、っていうかよ。これで儲かるじゃん。百二十。 5050 50でも受かるじゃん合計220だからね合計216点いけば受かるんだようん2百二百1 6点以上取れば受かるんだからねああこれだけでも受かるんだなんだパッとしねえな50点だって全然合格点じゃねえからね特実であのー 合格。百二十、まあまあ、ぶっちぎりだよね。あと五十五十ってグレーゾーンだよ。ねえ。そうしたら受かるんだね、これ。なんだよ、楽勝じゃん。うーん。これ受からん方がおかしいぞ。ねえ。まあ、そんなこと言ってもしょうがない。はい。で、最新の改正ね、ほら。 最新中のはまあ平成30年ぐらいから以降ねばっちり対応します。ええ。だからあのあれよ過去問集のなんか古いやつ持ってる人はもう使い物にならへんで特に最近の改正でねガラッと変わっとるでね特に衣装法とかうん。はい本講座で取り扱う過去問物値 R2 までの改正対応が必要な答案についてはすでにアップデートは完了しております。ね。うん、R2 改正まではね。 でまた今後予定されている R3 改正の影響をねあの受けるものについては必要な範囲内でアップデートを重ねていきます。で改正対応会でリカバーします。これです。えっ、ー、とね改正対応会中いうのがあの15回16回これねちょっとビヨーンって矢印伸ばしビヨーンボルグみたいな感じでジミー・地味コナースみたいなね こんな感じで,で僕の歯茎はマッケンロみたいなねはいでそんな感じで、えー、改正対応会でやってみますからああどうねえれなはいでえー、っとそうですねであの全部で17かあるんだけど1617がその今後ね予定されている R3 改正で まあちょっと答案が変わるところがあるかもしれないんでねうんあのー、まあそんなにないとは思うんですけどええー、まああのー、まあそういう改正の必要な年度の問題出てくるでしょうからそれは対応するという感じです。はい、であと仮に仮にですよ、うん、軌道修正が改正とかに関係なくこれはこうした方がいいなみたいなのがあったらね まあそれはそれでまたこの会を利用してやりますからうんそうねほらここも読んでみましょう、うん、本,本講座の最後の2回分として、えー、ついてる、えー、改正対応会というのはねえー、令和3年改正に関してはね現時点では法律がどう変わるかは分かっていますえー、あのー、もうだってあのなんだ交付されてますからえー 交付されてますんでねある程度分かってるんですよでもねあのー、改正の趣旨ないし理由はねまあ、分かってるやつもあるんだけど分かってないやつもあります、えー、例えばね一つ言わしてもらうとねあのーえー、特許権を放棄するときにね今までは、えー、専用自主権者権者、許諾通常自主権者職務集め通常自主権者の承諾が必要でしたねところが まあ通常実試験っていうのは登録ができない権利なので、まあ特許庁もどこにどんなその通常実試験者がいるかは把握できないと、まあそういうこともあってね、もう放棄いらんよと、うん、あごめん放棄いらない、放棄の承諾いらないよということになりました。えー、これはね特許の三十八条の五で失効、えー、を放棄取り下げるときは仮専用実試験者の放棄を 仮専用自治権者の承諾を得なければならないという条文があるんですけどね。まあ、それと同じようになるっていうニュアンスですかね、えー。ところはね。不思議なんですよ。専用自治権の放棄はね。あのほらその手下のものである。許諾通常自治権者と執権者の承諾必要ですよね。じゃあ、特許権の放棄と同じように。 その通常実施権の承諾はいらなくなるのかと思いきやなんとそこは残るんですよえー、と思いませんなんかこう一貫性がないというか忘れたのかよみたいなあとあの「特462」2ですね。特というのは実用支援登録に基づく特許算略して「実元」と俺が呼んでるやつです。で実元やる時にやっぱり「あの選挙職質」の承諾は必要なんですがああ なんとの2においては変わらずとつまりあの通常自主権者の承諾は必要だとえあの場面って確か実案権の放棄もあるからあそこはあれですよねと専用自主権者と七権者の承諾は残るけど通常自主権者の承諾はいらなくなるんですよねはいその通りでも46の2第4項は変わらずなんですよ。なんかね 一貫性がないんですよ。で、その辺の理由付けがね。実はよくわからないと。うん、いずれ判明しますよ。あのこういうのが出るから、ほら改正本とかね。まあ、青本が出るかどうかわからんけど、改正本は出るでしょう。うん、これが判明した時点でアップデートは必要になったものについては、改正対応会で、えー、抗議するとね。いいじゃないですか。まあ、改正にもこう。 あの触れるからね俺がこれがこうなりましたその趣旨はこうですみたいなねいいじゃん改正にも強くなれるみたいなはいで初学ああこれね初学の人でもいいしあのベテランの人でもいいしどっちでも向いてるんですよ、うん、初学の人はまずね講義を聞いてその後、まあ、あの忘れた頃に解いてみるみたいなね、うん、講義を聞いて。 でちょっと自分でも読んでみてああ理解できるなしばらく放置しといて忘れた頃に解いてみる。ね、であの学習経験者の人はもう先に解いてみるでその後一致してるかどうか俺の講義を聞く、ね、そして現実とはあ理想とは何かどうかチェックしてみる、ね、そんな感じですよ。えー、まあそれではですね えーあのー、こ,れこれも見せといてはいいかな。これね、あのー、何かと言いますとねその25年分ですからどっから25年分かというとねあー、まあ、今年の R3 年令和3年ですけどねあの下からいってみましょうか一番古いやつであのえー、っとね 平成9年です。だからここから逆算するとね1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2二3 2 4 2 5あ皆さん25 5年分ですね。嘘なしやったやろただね講義で扱うのは平成19年から新しいやつですわ。であのレジュメには現実的な答案とそれから非常にこう衝突されている理想の答案これがねついております。えー はい、で、えー、条約という科目はついておりません。はい。さあ、それでね、えー、っと、あのー。 そこからあ古いやつはねどうなっちょるかというとね講義はやりませんので、えー、講義はやりませんのでマイナス印まあこれまで授業やるともっとお値段が上がっちゃいますからねで現実問案つけてますつけてます理想のとはつけてません うん、もういいだろうということで、うん、げ現実の方が人気あるしねあの下手にね理想答案をつけるとさやっぱり講義が必要になるんだよこれ何書いてるか分かりませんって言ってそれよりも現実的なレベルで理解できる現実答案で,であればね、まあ、読み物として読んでもらうだけでも理解できると思うんでああそうそんな感じなんですよちょっと分かった講座の内訳っていうのはね。で条約はあの 条約がその存在した頃つまり平成13年から古い問題これついてます条約の問解もついてますはいこれであのわかったねはいもう一回まとめると、えー、講義これ全部で15回ありますよねそうそう平成19年から現在に向かってね全部で15回ありますわね 現実とは理想の答案つけてますよ。ね。で、それより古いやつは現実さんだけつけてます。で、条約のあった時代の答案もつけてます。だ条約の勉強にもなると。ね。そうでしょう。でね。あの、その現実さんと理想の答案ってよ。まあ、どんぐらい違うのかっていう話があるんだけど。あの。えっとですね。 現実とはああちょっとこれ見づらいですなちょっと待ってくこれ R2 か R1 はどうよなんかねかなりメリハリがついてる年の方がいいなおこれはいいこれはいいこれちょっとね令和元年の特実ですわ特実位置ねで俺の現実は見せるよあんまり見せるとあれだけどね現実ははいでこっから始まってなんとほらここで終わってる おい、たった1ページで終わってるおいちょっとこれいいのかよって感じしません皆さんで理想のターン見せるねうわ理想のターンあれだなあの裏表やなまっ、あ、しゃあないわあのこっから始まっていいかで裏面ね裏面というか本当は見開きなんだけどほら、ね、同じ令和元年でも特日1位左上から始まって次のページの右下までぎっしりぎっぺり買い取るよ おところがあもう一度見せます現実答案はたった1ページで収まってるそのぐらい極端ですそれでもいいんですで私はね、あのー、合格追跡調査っていうのをやっておりまして要は再現答案とその人たたちが受かったかかっどうままでチェックしますやはり合格するための登竜門だなと避けて通れない口座だなっていうことが 言えるわけですよ今取るか後で取るかそしたらもう今とったえはね今取って何回も繰り返すとねそれでねまあとりあえず俺ほらあの,あの色を塗るのが得意な人やからねでちょっとこれ別の講座なんだけどあのちょっと俺その理想と現実のさ実際講義やったやつ今日持ってきてないんでねしょうがないこれあのちょっと小試験に小試験の講座っていうのがあるんで,でね こ,こういうのもあるんだけどちょっと今日この授業をやったんですよでまああの俺のイメージですわ、うん、ほらこういう感じでねあの色をどんどん塗っていくわけですよね、えー、色をね、まあ、ルールがあるからうん、うん、えー、っとそのルールに従って、えー、あの塗っていけばいいんですけどねはいえー、っとねちょっと待ってよ色の 色のルールの紙もも持ってくるか。うんち、ちょっと待ってね。これ、これじゃあさ、何のあれか分からんやろ。うん。じゃあ、まあいいわ。ピ,ピン、クはね、重要ポイントですよ。で、えー、緑が理由付けですね。えー、オレンジは。あのー、まあ、家庭系とか論点とかですわ。覗きっていうのはね、否定的なところね。うん。で、紫も否定的なところなんだけど。 なんかより悪いみたいなほら再使用禁止みたいなねなんかよりこう青いよりも強烈みたいなねうんあと黄色もあるんだけど黄色はねなんかあの肯定的な具体例とかねあいいやつとかいいやつ悪いやつで言うといいやつとかねそういうの黄色で塗るねまあだからあのまあ俺の蛍光ペンセットっちゅうのがあるんだけどねまあ7色ぐらいあの揃えとけばいいですよ7色ねあの ほら俺もほら蛍光ペンセットこういうふうに7色揃えてるからねああまあとりあえずよこれもらったやつなんだけどねこれ5色かこれ5色あるじゃんだからえー、とあとなんだ青と赤があればいいわ青と赤で牛乳があればいいわああほらねそしたら7色になるじゃんなよーしバッチリだね ンンク、オレンジ、黄色、紫、緑、青、赤これで7色やろよしこれであれば俺の授業ねなんとか持ちこたえることはできるよあとは普通に黒ペンとあ赤ペンと青ペン青ペンとあとねちょっと最近反則なんだけど緑ペンを使ったりするからねペンパイナップは緑ペンとか使っちゃったりするからうんまあ素源コツですかね えー、それでまあ大体言いたいことは言ったんだけどあのー、あとねその問題と解説があるのは当然なんだけどちょっと皆さんが後々ねその色をいっぱい塗ってしもたらよ、あのー、それで答え分かっちゃうじゃん。ね俺が例えば青で塗ってると、あのー、拒絶されるのかなとかね黄色で塗ってると登録されるのかなとだから、ま、もう一回さまっさらな状態でやりたいじゃん。 うん、そ,それでなんと問題冊子だけも配りますえ問題だけの冊子配りますから、うん、さっきのあの平成9年からねと令和3年令和3年はちょっとまだ終わってないから別冊になるかもしれんけどねとりあえず令和2年までは問題冊子だけっていうのをあの上げますからそれでこのまっさらな状態で考えてみればいいじゃんねだから解説冊子の問題はもうどんどん色塗っていいからさっきみたいにうん。 素言コツですわいいだろうなかなかいい講座ですよ1三十5人中13人が取ってるしね一発合格者のうちでえー、っとあとはまあこれはさっき言ったからねいいでしょうこの番書ではいでえー、っとあ値段はこんぐらいよね8万7500円 MB22372 がコード番号割引被,被災 できませんもう平等に公平にいきますえー、っとだからねこういうのはまあ本当にもにバーンってあのお金出してね買ってもらいたいんだけどそれでポイントはたまりますからねポイントは使えないだけでポイントはたまりますからそのたまったポイントで問題集とか買えばいいんですよそれが賢いやり方ですはいえー、っと「視聴期限はあ2022年」 あ7月31日です。うん多分多分これでい,きます多分いうのはどういうことかというとあのほら勉強試験がさここ最近イレギュラーなあー日程で行われてるでしょ4ヶ月遅れとか2ヶ月遅れねまあそういうそういうことがない限りもこれでいきますよっていうことです。ね。大体毎年普通論文試験って7月代週で終わるんだからね今年,今年は8月だけどさね まあだから基本的にもうこの2022年7月31日があの配信期限になっておるっていうことは気,は気をつけてほしいと思います。ねはい、えー、最後にですね、あのー、おそらく業界でここまで気合いの入った論文・過去問講座他にあるだろうかって言ってるってことはないということです。ええー。 もうあるだろうかないだろうと。ね。で、あったら教えてください。もう単純にそれを上回るだけですから。ね。もしあったら俺がもう来年それを上回ってやるだけの話ですから。ええ。あの、もしあったら教えてください。な,ないですよ。ええ。ないけど、もしあったらもう言っていただければ、来年はもうそれを超えますから、単純に。それだけです。はい。じゃあ、あ特に裏面はないしね。はい。じゃあ、この辺で終わりましょうか。皆さん。 ね、頑張ってみましょう,、ねもうあのー、今取るか後で取るかだけどもう今取って余裕を持ってねやった方がいい,いいでしょう。うん。えー、っとそうですねあの悩ましいところはこういう人じゃない今年論文受ける人はこれ取った方がいいのか悪いのかっていうなぜかというとあのー。 ほら2021年向けがあるからね、うん、先生どうですかとこれ2022年向け合格目標ですよねと今年受ける人はどうなんですかと <laughs> それ非常に悩ましいねでも俺はね取っていいと思うよだってもうリフレッシュリフレッシュっていうかその,あのアップデートかアップデートされてんだからさ最新のもう令和2年まではカバーしてんだからこれ取っていいじゃんだから損するとすれば令和3年のあのー 解説が皆さんが本試験受け終わった後に解説だからね。まあ、その辺がどうかっていうことなんだけど、あのー？それはさ皆さんがね。あのー、受かってさ。なんか更新の育成とかにあのー、アドバイスするに役立っていってくださいよ <laughs>、ね。でまあ、落ちたら落ちたで役に立つけど落ちてほしくないしね。俺としては皆さんが受かってほしいんで。 まあだからまあの取ってる人はいいよ、2021年向けをもう取ってる人はこれ取る必要ないわ。2021年を取ってなくてさあどっちを取るか迷ってる人はもうこれ取っとくがいいですよ。この新しいのをね、アップデートしてんだから。うん、で令和3年分はまあちょっとね無駄になるかもしれんけど、あの落ちたら落ちたであの使えるし、まあだからって落ちを欲しくないんで。 まあ受かったら受かったで更新の育成ねあねこれはこう書くんだよってアドバイスできるじゃんね <laughs> え俺はこう書いたけど実際はこう書いた方がいいんだよとかねアドバイスできるでしょそういうに使えるじゃないですかねはいということで、えーまあ、制限時間30分ですからね私の持ち分は今28分ですからもうそろそろ終わりますわはいえー 理想と現実とは論文過去もあ25年、ね、あーゴールドウェブ講座のそれの、えー、プロモーションビデオでしたそれではあ授業でお会いできる時までご敬よう